今回ジャパンナショナルヨーヨーコンテストのチャンピオンになりました、ワンエンモチャンピオン西村航平選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。まずは今回2連覇になりますけど、今の選手は、そうですね、まあ、2連覇っていうのは今まであんま出てこなかったのと、やっぱ北海道の先輩である荒谷紫音選手が昔に2連覇したので、それに続いてできたのがすごい嬉しいです。いや、もう素晴らしかったです。私も審査員もしてたんですが、もうちょっと立った時とかのオーラがもうすごい伝わってきて、さらにあの内容の、まあ、高難易度トリックの高密度のものだったんですけど、今回ちょっと振り返ってみて、自分本番どうでした？そうですね、あのフリースタイルはもともと世界大会でやっていたフリースタイルで、自分の得意技であるフックが全てミスってしまったので、はい、今回そのリベンジを果たすために、このフリースタイルをして、まあ、課題であったフックのミスを全部克服できたので、まあ、自分的にはすごい満足したフリースタイルとなっています。素晴らしかったです。世界大会にかける意気込みは？そうですね、このままこの優勝した勢いのまま練習続けて、もっとミスの少なく、もっと難易度の高いフリースタイルを見せれたなと思います。ありがとうございます。じゃあちょっと応援してくれたそのファンの方に一言お願いします。皆さん、いつも応援ありがとうございます。今後も、どんどん大会出てくるつもりなので、その時も応援よろしくお願いします。ありがとうございます。今回ワンエンモ日本チャンピオンになられました西村航平選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。